関東平野のただ中にそびえ立つ東京スカイツリー。その高さは634メートル。世界で最も高いタワーです。スカイツリーの展望回廊の上、地上およそ500メートルの場所に六角形をした巨大なパイプのような機器が見えます。この機器、実は東京スカイツリーへの落雷、つまり雷の電流を計測する機器です。東京スカイツリーで今、世界的にもユニークな雷研究が始まっています。昨年の秋、完成間近の東京スカイツリーに、ある巨大な計測機器が設置されました。ロゴスキーコイルと呼ばれるこの機器は、東部タワースカイツリー株式会社、東京大学電力中央研究所の3社による、雷の共同研究のための計測機器です。年間10回程度の落雷があると予想されるスカイツリーは、世界的にも貴重な雷計測の場所なのです。世界で一番高い場所で雷を観測しています。落ちる送電鉄塔に測定器をつけておかなきゃいけないんですけど、なかなか同じ場所に何発も何発も落ちてくれないんですね。今回東京スカイツリーはですね、あれだけの高さですので、まあ、夏場にはかなり雷が落ちるんではないかと、効率的に雷データが取れる場所ではないかということで測定器をつけようと思ったわけです。なぜ今雷の研究が注目されているのでしょうか。その理由の一つが超高層建物の増加です。高い建物ほど雷が落ちやすいため、超高層建物では落雷対策が重要な課題の一つになっています。もう一つの理由が、社会の IT 化が進み、コンピューターや通信機器など雷の被害を受けやすい電子機器が増加したことです。雷の被害には電線やアンテナに落雷し、その電流で直接被害を受ける直撃雷の他に、落雷の直接の電流ではなく、落雷の電流によって生じた誘導電流による誘導雷と呼ばれる被害があります。誘導雷はコンピューターなど精密な電子機器に誤作動を起こす恐れがあり、また直撃雷に比べて周囲のより広い範囲に影響するため、IT 化の進展とともにその被害が問題になっています。報告される雷被害の件数は近年急激に増加していますが、その多くは電子機器への被害だと考えられています。コンピューターなんか電子機器が増えてます。雷のような過電圧に対しては非常に脆弱になってます。こういうのは今までどういうふうな設計をしたらいいかという基準というのはありません。合理的な対大方策を考えなきゃいけないんで、それに対してもですね、今回のデータというのは非常に有効に使えるんじゃないかなと思ってます。東京スカイツリーでの雷計測の方法です。ツリー先端の飛来針やツリー側面への落雷による電流はツリーの構造を伝って地面へ導かれます。この時、雷電流の強さに応じた磁場が発生します。この磁場によってロゴスキーコイルに生じる誘導電流を計測することで、元の雷電流の大きさや時間変化を計測するのです。ロゴスキーコイルは展望回廊の上、地上497メートルに置かれています。IT 機器に被害を与える誘導雷の強さは、雷電流の時間変化によって決まります。1000分の1ミリ秒程度の比較的短い電流変化は、誘導雷の瞬間的な強さに影響し、数ミリ秒にわたる比較的長い波形は、誘導雷のエネルギーに影響するため、その両方を知ることが必要です。電力中央研究所と東京大学が共同で開発したロゴスキーコイルは、短時間と長時間、両方の電流変化を計測するため、2種類のコイルを組み合わせたものです。一つのロゴスキーコイルで全体像というのはなかなか難しくて、この二つのタイプのですね、ロゴスキーコイルを置いて今計測を行っております。雷電流の時間変化は今までほとんど計測されていないため、世界でも貴重なデータとして期待されています。雷対策の研究は一定の成果を上げてきました。特に日本の電力供給技術は世界でもトップクラスです。今後は電力の品質を保ちながら、よりコストパフォーマンスの高い雷対策を実現することが、社会から求められているといいます。今回、計測の目的は電流波形をきちんと取るということで、雷を防ぐための耐雷設計というのが、高度化、今よりもさらにですね、合理化できるんじゃないかなと考えています。いよいよ始まった、東京スカイツリーでの雷計測。雷の素顔を明らかにするデータの取得に、世界が注目しています。